時代のオイラト部族連合を構成するとされる部族の一つ。後にはオイラトの別称として用いられた。14世紀末、明朝の成立によって、モンゴル帝国は、頂上以南の領土を失い、北元と呼ばれる時代に入った。北元時代、モンゴリアでは、東方のモンゴル、西方のオイラトという二大部族連合が対立したが、これらを漢文資料では、脱端と、わら、 モンゴル年代記では、ドチンモンゴルと、ドルベンオイラトと表記している。ガワンシャラブが記した、ン・オイラト氏はこのうち、ヨン・オイラトについて、オーロと、ホイトバートと、バルグブリアート、ドルボトジューンガル補修とドルグートの4つのグループから、なると記している。しかし、ヨン・オイラト氏は、オーロとの具体的な活動について、触れることはなく、ただ、コーマにそそのかされて戦理され、 ハザルバ死死となって離散したと知るすのみである。そこで、岡田秀博氏は、オーロトという単語が、連れ子、警ド同母イフ兄弟といった熟語に派生する、オーロンの複数形であることから、オーロトとは、ホイト部とホイト部の思祖の同母イフ帝を思祖とするチョロース氏の、総称ではないかと推測している。チョロース氏は、トゴン大使や、エセンハーンを排出した有力氏族で、 モシュト部といった他のオイラト部族連合を構成する部族も影響下にあった。そのため、次第にオイラトとオーロトが同義として用いられるようになったとみられる。特に新朝の支配民族である満州人はオイラトのことをもっぱらオーロトと呼んでいた。新朝の行政区画の一つであるアラシャーオーロト部も実際にはオーロト部の領地ではなくオイラト内の一部族である。 保守都部の領地である。岡田二千十三百七十三から三百七十四ページ。ハザルバ橋とは、サファビー朝建国に活躍したキ木汁場所の天下で、ペルシアのトルコ系遊牧民を指し、ハザルバシ氏となって離散したとは、フレグの生成に従軍して、ペルシアに移住した、オイラト人たちのことを指しているのではないかと、推測されている岡田二千十四百ページ。 ありがとうございます。